お礼より人思いに頼むぞ。ありがとう、じいさん。英月、無事に無力化できたな。では、やるぞ、伊織。いや。英月は壊さない。英月の義によって江戸の民が死ぬ。悪しきこと、許されぬことだ。それはわかる。だが、これ以上見て見ぬふりはできない。平穏の世にあって、乾きに乾いた己がうちの剣を。セイバー。俺は英月を災いとして永遠に残す。そうか。驚かないのか、セイバー。驚かないよ。君はそうするしかないだろうと分かっていた。日向のごとく穏やかで人の道をたっ飛ぶ余人はそういうふうに俺を見る。お前もだったな。もう一度言う。俺は違う。そうではないんだ。人として正しくあろうとは思う。情も心も人の世には有益なもの。終生穏やかによく生きるための最善手。まさに呼吸のようなものだ。それはわかる。分かっている。故にこそ従った。だがそれが目的だったことは一度もない。夢に見たこともない。俺の目的は今も昔も変わらない。変えられない。欲とするものはただ一つ、剣の道を極めること。だからセイバー、俺はやはり優しい人ではないんだよ。俺が穏やかに振る舞うのは、人の道をたっ飛ばんとするのは、穏やかで人の道をたっ飛びながら生きる太平の世の人々を理解するため。相手が何を思い、何を考えるのか、理解すれば切りやすい。多くを切るため、多くを俺は理解したい。江戸の人々を、師匠を、お前を、誰も彼も、そうとも。誰も彼もに俺は勝つ。誰も彼もを切り伏せる。そのために生きている。あの夜に見た、極限の剣のように。だから、
だから残す。英月は残す。あまたの強者を誘い、集うための災いとして、俺のために残す。思えば、そう。大蛇を断ち切るお前を目にした。かの日より、剣の神がごときありように見とれた。かの日より、俺は、お前とし合うことを、何より願っていたのかもしれない。ああ、俺は、なんと、セイバー。より、どれほど良いか。その願いを捨ててくれればどれほど良いか。揺るがぬ地のごとく、空の壁だ。見切れまい。見切れまい。揺るがぬ血のごとく。弱いな。鋭き水の流れのごとく。私が奪った数多の命に誓い、善をなす。
乱世なき江戸の世であるのに、俺は剣の頂へ至る道を再び望んだのだ。故に善をなす者として、すなわちただ剣の鬼として、君を斬る、ただ君自身のために。お前を斬るよりもはや道はなし。澄み渡る天のごとく、揺るがぬ地のごとく、澄み渡る天のごとく、見せてやれ。は熟した。無駄だ。覚悟は良いか。よっ、行くぞ。こき、機は熟した。無駄だ。見せてやれ。甘い。揺るがぬ地のごとく、鋭き水の流れのごとく、ふう、火は熟した。無駄だ。空の型だ。いけまい。くの手。水の型で行く。見せてやれ。ふう、空の型だ。付き合い。機は熟した。無駄だ。切れるか。
ダメ返し。引くものか。見切れまい。そこだ。甘い。火は熟した。無駄だ。見えた。肉ビルだ。避けるなよ。火は熟した。火は熟した。無駄だ。血のごとく無駄だ。程度か。セイバー違うだろう。もっと俺に見せろ。クーの方だ。クことの力を見せろ、セイバー。ああ、言われずとも。来るか。発揮
度と。ここ。なぜ。君の言う通り、勝つために相手の気持ちを考えたんだ。ああ、それは勝てないな。トムルが人の道なれば必ずや幸福に生きられたろう。だがお前は剣の道を求めたことで全てを捨てた。首手柄はわしの代までだ。この先に戦はない。人の道しかない。享保の祭りは終わったのだ。だというのに。いよりよ、生まれる時代を間違えた。己の我を殺し、欲を殺し、太平の世の空気を拒んだ。それこそ息をしない屍のように。剣の道はついえていたんだ。だが、剣としてお前に打ち壊された。まさに望んだ通りの人生だ。長い夢のようだったが。イオリ。あの夜、殺されるはずだった港の一夜から。ずっと続く月に焦がれるような夢だった。なんだ、まったく師匠も人が悪い。剣であってもこれ以上はない。共に恵まれることがあるじゃないか。
本来なら君に私の願いを叶えてもらう、もしももあったのだろう。でもいいんだ、願いは叶った。これ以上は望めない。宮本伊織、君は、君こそは私の。